前のアイテム企画。だって世間のお姉様方は一人でやってるんだよ。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日ははい、今日はあの企画の第2弾をやりたいと思います。はい、何の企画かというと2人のアイテム企画。はい、そうです。前回は100均で売っているテープを使って2人にしました。あの時どうでした？微妙なんかちょっと違ったんだよね。視聴者様になんかいいアイテムないですかって言って教えてもらったアイテムを使って今回舞台にしていきたいと思います。はい、紹介するアイテムはこちら、この2種類になります。じゃあこっちからいきます。こちらはラコーリになります。これ目の上に塗るだけでくっきり二重と。もう一つはルドゥーブルを用意しました。こちらも一緒だよね。のりじゃないんだけど目の上に乗って塗ったら二重になるってやつですね。あの苦労がなくなんかこう伸ばしたりする苦労がなくできるアイテムを二つ用意しました。右目どっちですか？こっち。はい、右目にこちらルドゥーブル、左目にラクオリを塗ってどちらがどんな風なのか24時間試したいところですが、さすがに夜寝っぱなしの時つけるのは問題なので、朝から夜までお風呂入るまでの時間試して時間経過見ていきたいと思います。はい、まあママも初めてです、これ使うの。ど初心者が使って持つかどうか、どんな状態になるのか見ていきたいと思います。はい、レッツトライ。あやさんはどっちがつくと思う？このパッケージから見て。こっち。お、こっち、こっち見せて。こっちって。こっち。はい、わかりました。こちらはラクオリの方の説明書になります。二重のライン、したいラインを探してちょっと目を下気味にして塗ります。しかも二度塗りしてくださいって書いてある。はい、ルドゥーブルの方も中に説明書ありました。まあ、基本は一緒なんだね。あやさんはこれかな、一重。まず止めます。見てみな、おらんな。じゃあちょっと頑張って二重にしましたがあまり分かりません。はい、こっち向いてください。はい、一応二重にはなりました。今の時点でどっちがあやさん良かった？こっち。ラクオリの方が今のところいいそうです。じゃあ1時間後見ましょう。1時間後。はい、1時間経ちました。はい、あやさんどうぞ。どうですか？まだ取れてないかな。うん、つけ心地はどう？違和感なくなった？いや、ある。上の方が。どっち？こっちの方が強い。うん、そっちの方だってがっつり二重になってます。じゃあまた1時間後にお会いしましょう。はい、2時間経ちました。はい、どうぞ。二重ありますね。これ多分このまま最後までいきますね。うん、ある持つんだよね、やっぱりね。すごいね、これね。まあちょっと塗り方がど下手っていうのがあるんで、あれですけど。はい、じゃあこのまま経過観察しますが、まあ、多分変わんないと思うんで最後まで飛ばしましょう。はい。はい、あやさん、1日つけました。はい。今どんな状況でしょうか？どんな感じでしょう？二重ですね。はい。じゃあ、1日一応持つってことなんだよね。うん。あやがやっても。あやがやっても。じゃあ、あやさん、1日つけてみて、前と違って塗るだけだよね。うん。まあ、あやさんは怖くて目の上塗りづらいと思うんだけど、右目、左目と1日つけました。あなたが、今後使うとしたら、どちらの方が、できますか？いいですか？せーの。ルドゥーブルです。はい。こちらの商品の方が、あやさん、お気に召したようです。結構ね、左目に比べて、右目の方が、早く、二重の形を作りやすかったんだよね。うん。こっち、意外に手こずりました。あとはなんかある？こっちはぬるいけど、
こっち冷たい。じゃあ温度差って本当にあんの？うん、こっちキンキンだった。あのこれあの当社費じゃなくて綾費って言うのこれね。100均のやつと比べてどう？これと絶対こっちの断然やりやすい。あ、やりやすい。違和感とかは？目の前が未だに違和感。うん、まあ慣れてくるとあれなんだろうけど、買った時は無意識になったらどちらとも使っている方が多いと思いますけど、今回はあやさんはルドゥーブルを気に入りました。またあの暇がある時練習でもしてください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。バイバーイ。春休み中あやはやがこれやりたいこれやりたいって言ってたのを春休み最後の今日にやりたいと思います。はい、何をやるかというとこちら、どうぞ。めっちゃ花バイオ知ってる。だってコスタンこうやってあ、二重になってる。ここやったな。このまま永遠に二重になったらどうする。これを何回かやってると癖つくんやって。おほら二重